はい、お坊ちゃんです。こんにちは。今日はですね、築地川、に来てみました。まあそこが築地の公民館ですね。でね、あんまりね、前回もどっか違う場所行った気がするんだけど、なんかそんなにねなかった気がするのね。だけどまあとりあえず見てみようかってことで、見ていきたいと思います。いやー、分かってたけどないねじゃあなんで来たんかっていう、まあ話だけど、ドライブですよ、ドライブ。まあこの時期ね、とても気持ちがいいですね。雲一つない。まあ軽トラですけどね。まあドライブ雑談でもしようかと思ったんだけど、まあまあねえ、これこの前あったよね、こういうの。なんか青っぽい脈入り同じ系統なんだろうね。まあ花崗岩ちょいちょい、あとはもう砂岩と礫岩が大半を占めますね。はい、なのでまあ大してないとは分かってたけど、一応ね、見とこうかと。前回はもっと下流だった気がするんだけどね、さらに難易度の上がる上流に来てしまったというね。まあなんとなくね、こんだけ広いけど多分ないでしょう。まずね、あの脈入りがないですね、ここは。まあ前回の、川上川もそうでしたけど、そことねそんなに大差はない。うん、まあこういうちょっとね赤っぽいのはちょこちょこありますけど、いわゆるあののっぺりしたあのワインレッドのようなチャート、ああいうのもねここはないですね。はい、まあ似たようなのが点々と。うん、やっぱりちょっと粒が大きいですね。まあなので、まあ、もしねあったらまた動画撮りますけど、多分ないでしょうここは。あったら奇跡だけどね。そんな感じです。うん、あー何これ、こういうラインの色でこういう入り方してる。これは新しいな。まあこういう感じですね。あっても白い脈はねまず見ない。まあこれ言っときましょうか。